犯人は床だけが動くっていうあのエレベーターの特徴を利用したんだ。そうすることで2台を墜落死させるための落差を作ったんだ。甘い！落差を作ったからなんだ。それだけじゃあいつを墜落死させらんねえぞ。なんでだよ。そうやって2台を宙吊りにして、その状態からどうやって突き落とすんだよ。たとえ宙吊りにしたところで、あいつが落ちなきゃ墜落死にはなんねえんだぞ。2台をワイヤーで吊るしたとして、どうやってあいつを落とすんだよ。タワーの中に突き落とすやつがいねえのに、そんなことできるわけねえだろ。誰かが突き落としたとは限らない。自分から落ちた可能性だってあるかもしれない。はあ？2台が自分から落ちたって？2台はスリープモードのままのはずだろう。その言葉切らせてもらう。あの宙吊りの状態のまま2台が目を覚ましたらどうなると思う？何言ってんだよ。だいたい目が覚めるってどうやって？あいつの体内にあったアラームだよ。あれがあればスリープモードを解除できたはずだ。つまり犯人はあらかじめアラームを設定しておいて、その状態で2台を宙吊りにしたんだ。そのアラームで目を覚ましてみたら、なぜか逆さづりになってて、いきなりそんなことになってたらきっと相当焦っちゃうよね。思わずビクッと体が動いちゃう。それはメカ2台くんでも一緒だったはずだよ。そしてその弾みで簡単に落ちるようにワイヤーはドアノブの先端に外れやすい状態で引っ掛けられていたんだ。実際ワイヤーのスタートってドアノブの先端の方についてたでしょ。けど2台が落ちたのってワイヤーが外れたせいじゃねえよな。ドアノブ自体が壊れたせいだったな。きっと目覚めた2台くんの暴れ方が予想以上でドアノブごと壊れちゃったんだろうね。それは犯人にとっても予想外だったのですか？ま、そりゃそうだろうな。あんな風に証拠が残ると分かってたらそれなりの手を打っとくはずだ。なるほどな。それが2台が墜落死した原因だったんだな。やっと納得したか。ああ、どうやらソニアさんの言う通りだったみてえだな。俺はただの邪魔者、いや邪魔者の上に豚野郎ってところがですよね。ソニアさん、豚野郎なら豚野郎って言ってくれていいですよ。ね、頑張ってくれたと思います。ちょっとどうしてなじってくれないんですか。こいつ癖になってやがる。で、そのアラームタイマーのせいで2台くんは逆さずりのまま落下してしまったわけだけど、彼はそのまま地面に激突したわけじゃないんだ。もちろんそれも分かってるよね。そうか、2台は地面に墜落した際柱に激突してしまった、そういうことだろ。ここでやっと柱か。あの柱が砕け、そこにオイルが付着していたのはそういう理由だったのか。ほら見ろ、やっぱ柱が凶器だ。俺の勘は当たってんじゃねえか。まあ柱はおまけみたいなもんだけどね。犯人の狙いなのか偶然なのかもはっきりしないしさ。ではそこから犯人につながる手がかりを見つけるのは難しいのですね。だったらあのアラームタイマーの方はどうだ。アラームが7時30分に設定されてたのは確かだし、そこから割り出していけば。
待て、ちびっこギャング。ちびっこギャングはやめねえか。今なんつった。7時30分のアラームっつったのか。てめえは調べなかったのか。2台のアラームは7時30分に設定されてたんだよ。いや、おかしいだろ。だって俺はちっと遅れちまったけど、それでも朝7時にはタワーに行ったぞ。そういえば私もそうです。オノクマ太極拳に遅れるわけにはいかないので、朝7時前にはマスカットタワーに行きましたよ。そこで2台の死体を見つけたってことは、俺らは7時30分のアラームより前に。またもや矛盾が生まれたようだな。なぜ7時30分のアラームで死んだ2台の死体を7時にタワーに行った貴様らが発見できたんだ。そんなの俺が聞きてえっつーの。タワーに向かったのは間違いなく朝7時前でした。けど2台の胸のアラームは7時30分に設定されてたぞ。2台はそのアラームのせいで死んだんだよな。殺害時刻と死体発見時刻の矛盾、どちらかが原因ということだ。どうせ犯人の偽装工作だろ。犯人が2台の胸の時計を狂わせたんだ。それは違うぞ。いや、あいつの胸の時計は電波時計だから狂うことはまずありえないらしい。偽装工作が入る余地はねえってことか。もしかしてソニアさんたちが見た時計の方が狂わされてたんじゃないですかね。マスカットハウスの時計がですか。いや、俺はドッキリハウス内の全ての時計を調べてみたけどよ。僕がお願いしておいたやつだね。ちゃんと建物内の時計を調べておいてくれたんだ。おかげで断言できるぜ。どの時計もちゃんと同じ時刻を指してたってな。時刻が狂っていた可能性がないなら、やはり疑うべきは人間の証言の方か。信じてください。私たちは嘘などついておりません。じゃあ勘違いしたのかな。俺は勘違いなんかしねえよ。すりつぶしてドッグフードにすんぞ。